節足動物とは、節足動物門に属する動物の総称で、昆虫類、甲殻類、クモ類、ムカデ類など、外骨格と関節を持つグループである。動物界最大の分類群で多様性の最も高い動物門であり、現生種は約110万種と記載される、全動物種の85%以上を占め、陸、海、空、土中、寄生など、 あらゆる場所に進出して様々な生態系と深く関わっている。なお、いわゆる虫の範疇に入る動物は東動物門のものが多い。学名、アーサラポダはギリシア語のローシータローニュートパイの合成語であり、本動物門の関節に分かれた付属詞にちなんで名付けられた。節足動物の口倉層の構造節足動物の形態は多様化しており、 分類群によって様々な外見を持つ。体の表面は、キチン質とタンパク質等からなる口くらでできた外骨格で覆われる。成長に伴い、体のサイズが大きくなるときには、脱皮により古い外骨格は脱ぎ捨てられ、新しい外骨格が形成される。節足動物は大切性を持つ動物門であり、体は大切という不死単位の繰り返し構造からなる。 体の配服は、それぞれ、セイタと腹板という外骨格に覆われており、大切の両側で、さらに側板を持つ場合もある。表面を覆うこれらの外骨格も、大切単位になっており、大切の間は、関節上に可動であることが多い。ただし、複数大切の融合や文化など、いわゆる意気大切性がある程度以上発達し、例えば頭部や頭胸部は、それぞれの群で、 独特の複数体説が融合してできた合体説であり、顎や触覚など頭部に含まれる、数体の付属子はもともと複数であった大節に由来である。こうして種類によって、大節のうちの特定のものが組み合わされて、一続きの外骨格で覆われる場合が多く見られ、外観上あるいは機能上の単位を構成する。例えば、体を頭部、胸部、腹部、頭部、胸部、 微部、前体、中体、中体などの三部、または、東部、胴部、東京部、腹部、前体、後体などの二部に分けて呼ぶ場合があり、これは、節足動物の各分類群ごとの特徴として用いられる。体の最前端の大切は、先説といい、節足動物の目と口はここに由来する。一部の分類群は、 体の最後尾に微節という尾のような構造も備えている。なお、一部の寄生性の分類群は著しく特殊化しており、外見上では大切構造が全く見当たらないものがある。様々な昆虫の高規格大切からは、それぞれ一体の関節子と呼ばれる付属子が出ている。これが節足動物という名前及びその学名の由来となっている。関節子も、 体と同様に外骨格で覆われ、関節によって分かれた施設からなる。関節子は分類群や備える部位によって付却、遊泳客、ハサミ、鎌顎、触覚、エラ、生殖子など様々な効能に応じていろんな形に特殊化している。例えば頭部には感覚用の触覚と接触用の顎、頭部には移動用の不足を持つなど、接触動物は、 往々にして独自の機能を持った様々な関節詞を身に備え、アーミーナイフのように、お互いに別の機能を持った複数の道具が同時にセットされるとも比喩される。また、接触動物は多くが口の直前に上唇、またはハイポストーマという一枚の蓋状の構造体があり、これも付属詞由来の部分ではないかと思われる。なお、上述の大切のように、 寄生性甲殻類や昆虫の幼虫の中には関節子が不明瞭、もしくは完全に耐火消失する例がある。三葉虫の二差型の不脚関節子は、内子と外子もしくは外葉を持つ二砂型付属子が祖先形質であると思われる。しかし、原生接足動物の中にこの性質を明瞭に保留するのは甲殻類だけで、他の分類群においては、 内ちしか見られない単枝型付属紙がほとんどである。また、三葉虫を含んだアーティアッポダルイなど、多くの化石接足動物の分類群は、動物付属紙がヒレ腸の外し、外洋と付脚状の内ちからなるに下型である。関節子の基本外部形態。関節の隙間は過疎性を持つ、石管膜に覆われており、二つの関節の 外骨格内側に付着する筋肉を通じて運動をする。頭部の関節は様々な方向へ湾曲できることが多いが、関節腫の関節は往々にして一体の腸蓋のような構造を、いわゆる関節球に固定されて一つの平面上でしか動かない。そのため、接触動物の関節腫、特に基部は多数の節に分かれて様々な動きに対応する。また、 外骨格は体の内側へ延長し、いわゆる内突起となり、筋肉に付着面を提供することも多い。例えばカニのハサミの中では、可動指の関節につながった大量の筋肉が付着する板状の内突起が見られる。また、体中のリンパ液の水圧の変化によって関節子を動かす分類群もある。節足動物の基本の内部構造。赤、心臓、気 消化管、青、脳と神経節昆虫の神経系も敷きず多くの左右相障動物と同様、節足動物は対抗を持ち、消化管は体の前後に貫通し、いわゆる口と肛門という二つ開け口を持つ。大切に貫通する紐状の心臓と中枢神経はそれぞれ体の背面と覆面につく。循環系は開放血管系であり、細胞外液は リンパ液や血液という区別は存在せず、リンパ液と血液の役割を兼ねている血リンパが心臓と組織の間液に流れる。心臓の伸縮や体の運動によって、血リンパは心臓の動脈から体の静脈と呼吸器などの器官を通り、心門を通じて再び心臓に戻る。血リンパの中には免疫系に関わる血球がある。一部の前口動物のように、 節足動物の神経系の様式は、はしご形神経系である。腹側の一体の神経策が、体の前後を走り、各大切に備わる神経説は、左右の連絡でつながっている。頭部内視頭胸部に備え、キノコ体を持つ脳は、前大脳、中大脳、五大脳という三つの脳神経説から構成される。この脳は、 全単三つの大切とともに三体の神経節が融合した結果である。脳は前大脳をはじめとして背側にあるため、直後は食道を囲み、食道神経管を通じて、腹側の腹神経策につながる。一部の大切の融合が著しく、神経が集中してはしご形が不明瞭な場合もあり、例えばカブトガニやクモガタ類の前体に置いて、脳と腹神経策を集約させた。 シンギャングリアンおよびカニア派生的な昆虫において著しく集約した胸部と腹部の神経節がその例である。様々な昆虫の触覚節足動物は様々な感覚器を通じて周りの環境を感知する。代表は常に合毛を持ち、種によっては触覚、振動、音、水流や気流、温度、匂いや味、化学物質など視力以外の感覚を持つ。 ハサミ角類以外の節足動物の頭部は、往々にして、触覚という関節子を持ち、ほとんどの場合は重要な感覚器官である。なお、触覚のないハサミ角類の中でも、腕虫やサソリもどきのように一部の不足が、感覚器官に、特殊化した例がある。バッタのコ顎ゴヒゲと、下唇ヒゲ他にも、昆虫のコ顎と下唇にある顎ゴヒゲは、嗅覚や味覚に関わり、 サソリの串し常盤、日よけ虫のラケット器官、一部の昆虫と甲殻類の後端にある微毛も感覚器官として用いられており、コオロギやキリギリスの前足、バッタの胸部と腹部の間に両側、カマキリの公共部覆面には聴覚に関わる特殊な器官を持つ。ハエの腹眼のクローズアップ鉢の三つの単眼と二つの腹眼接触動物は中眼と 側眼という性説に由来する2種類の目を持ち、その中で中眼は単眼で、側眼は副眼であることが基本と思われる。しかしその片方しか持たず、副眼が単眼と化したり、そして祖先形質として目を持つ多くの動物と同様、目が二次的に退化消失した節足動物もある。副眼は図形認識能力を備え、多数の個眼というレンズ様の構成単位から、 モザイク画のような四角を賛成する。単眼は主に明暗を感知する能力を持つが、一部の雲の単眼は優れた図形認識能力を持ち、例えば、ハエトリグモの視力は発達しており、内部の網膜をも動かすことができる。目を持つ節足動物の中で、六脚類と甲角類は、基本的に中眼と側眼を両方備える。後者の場合、中眼は、 ノープリウス養成期のノープリウス岩にあたる。大足類はすべて中目を描き、中で下ジ類のムカでは、側岩が複岩のままで、他のものは複岩が側単岩に変化した。ハサミ角類の中で海雲は中眼のみ、カブトガニと海サソリは複岩と中眼を両方備え、原生の雲型類は複岩を持たず、中岩と複岩由来の側単岩を混在し、 あるいは片方のみを持つ。また、カンブリア紀の古生物をはじめとし、山業無視類や、基盤的な節足動物と思われるアノマロカリス類も、発達した複眼を持つ。節足動物は、様々な生息環境に進出しており、それに応じた多様な呼吸様式が見られる。陸生種では、機関や諸肺水生種ではエラを持つものがある。呼吸器官を持たず、代表で、 ガス交換を行う種類もある。求愛行動、交尾あるいは交接、メイトガード、森卵など、節足動物は分類群によって様々な繁殖行動を持つ。原則として有性生殖を行う男性動物であるが、サソリやアブラムシなどからタンタメ生殖と卵体制の例も知られる。トンボの丘成長に伴い古い外骨格の下で、 新しい外骨格を形成し、脱皮を通じて、古い外骨格から抜け出して成長する。新しい外骨格は柔らかく、硬くなるのも時間がかかり、脱皮直後の接触動物は無防備である。そのため、接触動物の脱皮は常に隠れ場所で行うことが多い。中でも、古い外骨格を接触して、 栄養を回収する種類や一部のクモは脱皮直後のメスを狙って降雪することが知られる。節足動物の妖精は基本的に生態と似たような外見を持つが、甲殻類のノープリウス妖精や昆虫の幼虫など成長の過程で著しく形態が変化する変態を行う分類群も少なくない。昆虫の成虫になる脱皮過程はウカと呼ばれる。 一部の節足動物、例えば大足類の中には、生態になるまで脱皮に伴って、大切と足の数を増やせ、いわゆる増設変態を行うものがある。節足動物と他の動物門の類縁関係については長く議論されていた。以前は、前口動物であること、大切性を持つことなどの共通点から、関係動物に禁縁であると考えられた。そして絶景動物。 有爪動物、カンフ動物という三つの動物門は、両者の中間形態を示唆するものと思われ、側接触動物としてまとめられた。こうして、関係動物、側接触動物、接触動物という大切性を持つ三つの動物群は、大切動物という単系統群を構成すると考えられた。その中でもあり爪動物とカンフ動物は、接触動物に分類される経緯もあった。 しかしその後は、発生学、分岐分類学、分子系統学、分子遺伝学など多方面の情報により、関係動物は、節足動物に類縁でなく、むしろトロコフォア要請を共有する、軟体動物などと共に関係統群の、管理動物に属するものであると判明した。従って、大切性という共通点は、単なる前口動物の共有原子形質化。 あるいは修練進化の結果と思われ、節足動物と関係動物の類縁関係は否定的になった。絶形動物は、後にエラオ類に禁縁の節足動物であると解明されており、ンフ動物とアリツメ動物も他の動物もにより節足動物に禁縁とみなされるようになった。やがて、側節足動物も多系統となり、否定された。 二十一世紀現在、節足動物、有爪動物、寒腐動物という三つの動物門の単系統性が有力視され、まとめて、反節足動物になる。これらはさらに偉い動物や線形動物などに、加えて脱皮動物という単系統群を構成する。なお、有爪動物と寒腐動物にはいずれも、節足動物のみに、共通の形質が見られ、それをはじめとして、 反節足動物の内部系統関係は小説に分かれる。この議論の詳細については、反節足動物内部系統を参照のこと。アノマロカリス類とオパビニアをはじめとして、カンブリア期の化石からは、節足動物に類縁と思われるものの、現在の分類では所属場所が見当たらない、最初期の節足動物の系統発生を示唆するものがある。その中でも、アノマロカリス類と、 接触動物の類縁関係は広く注目されていた。同時期の接触動物の化石記録のうち、採用虫類は最も早期で、遅そ5億2100万年前に出現するが、5億3700万年前にも遡る接触動物の生根化石が見つかっており、さらなる早期な起源を示唆する。接触動物の初期の系統は、シベリオン類のハーシ動物、 およびジルド・ローボポディンスやアノマロカリス類を含んだダイノコリディ・ダ類という一見では節足動物らしきぬ姿を持つ分類群が挙げられる。シベリウン類はッ奇としたハーシ動物であるがジルド・ローボポディンスのように発達した全部付属子を持つ。ダイノコリディ・ダ類の動物は配服に分かれる付属子要素を持ち節足動物の二座型付属子を思わせる。この群は 共有形質として動部は体をなしに並んだヒレを持つがジルド・ローボポディンスのパンブデルリオンとケリグマケラではハーシや感情の筋などハーシ動物らしい特徴が見られアノマロカリス類では関節詩、腹眼、甲側など節足動物らしい共有形質が出揃っている。加えてシベリオン類とダイノコリディダ類はいずれも基盤的な新節足動物らしい消化性を持つ。 このように、ハーシュ動物をはじめとする、中間形態により、節足動物は、幽詰め動物や寒腐動物と同様、ハーシュ動物から派生したグループであると示唆される。上述の群についたステムグループには、少なくとも、イソキシス類が位置すると考えられる。議論の余地はあるが、ハイムナキリーナ類、フキシャンフィア類、メガテラ類もこの系統的位置にあると考えられる。 これらの節足動物をはじめとして、頭部の大部分の外骨格が硬質で、すべての付属詞が関節詞であることや複数体切の融合でできている頭部など、いわゆる神聖の節足動物として基本である形質を出揃っている。前大脳に対応する付属詞らしい構造は見当たらず、最前端の付属詞の神経は中大脳に対応であることにちなんで、残りの新節足動物とともに、 デオテロポダという抗議状の新接続動物のクレードを構成する。原生の接続動物は、ハサミカクアモン、ターシアモン、広角アモン、六脚アモンという四つのアモンに分類されている。化石種まで範囲を広げれば、採用虫を含んだアーティアッポダアモンという過去の大グループやいくつの系統関係が明らかになっていない分類群も存在した。特に注目されるのは、 全端体節の融合による頭部の付属子である。その構造は主にアモンによって以下のパターンがある。これらの付属子の対応関係は、節足動物の内部系統や他の反節足動物との関係性を大きく左右する的とされ、そこから繰り広げた議論はアーサラボットヘッドプログレムとして知られている。ハサミ角類の大切と付属子の構成は、 他の節足動物とは大きく異なる。甲殻類は六脚類を除いた側系統群であることが分子系統解析に強く示唆される。古典的な知見では、ハサミ角類の触角を書くという特徴は二次的対価と考えられ、ターシ類と六脚類は禁煙とされてきた。しかしこれらの知見は、後に発生学、神経解剖学、分子遺伝学、 分子系統学など多方面の情報に否定され、代わりにハサミ角類のハサミ角は、大顎類の第一触角に相当であるとされ、ターシ類と六脚類の直接の関連も指示されず、むしろ六脚類は、側系統群である甲角類から分岐したという、欠陥が出ている。また、通常では、ハサミ角類とされる、海雲類の系統位置がしばしば疑問視される。分子系統解析によって、 ハサミ角類であることを指示するものが多いが、それ以外の節足動物と対峙すべき説もある。山陽虫類を初めてとして、いくつかの絶滅した節足動物の分類群と現存分類群の類縁関係については、いまだに定説がない。例えば山陽虫などを含んだアーキアッポだるいは、ハサミ角類に類縁の説はあったが、頭部体説の構成と触覚を持つなど性質に、 基づいてむしろ大顎類に類縁ではないかという見解もあり、または、ハサミ角類と大顎類より基盤的な接触動物という説もある。メガチェラ類に関しては、フキシャンフィア類に次ぐ、新接触動物のステムグループに位置し、または、脳の構造に基づいて基盤的なハサミ角類とみなす、などの説がある。こうした研究の発展に伴い、 節足動物の工事系統に対して様々な系統仮説が与えられており、一家の例が挙げられる。2019年現在、節足動物は、有爪動物を含まない単系統群であることや、大顎類説、半甲角類説、および海雲類が、ハサミ角類に含まれる説が広く認められる。また、節足動物の肺発生に見られる目と前来脳を備わった。 最前方の不死、いわゆる潜説には付属子を持たないというのは従来の判断であった。しかし、多くの節足動物の口の前にある蓋状の構造、いわゆる上唇、またはハイボストーマは、著しく融合、退化した、潜説由来の一単の付属子であるという知見は後に有力視され、有詰動物の触覚やアノマロカリス類の全部付属子との相当性も注目される。 深核生物の内部系統と2017年までの記載された種数をまとめた円グラフ。その半分以上が節足動物に属するグループである。節足動物は記載された種数の最も多い動物門である。その数はほとんどの動物種だけでなく深核生物の大部分をも占める。2011年まででは100万種以上の600類、11万種以上のハサミカク類、 6万種以上の甲殻類、1万種以上の大足類という計120万種以上の原生節足動物が記載された。また、絶滅した採用虫も大きなグループであり、1万種以上が記載された。以下は、上記の原尊群のクラウングループに含まれていない、もしくは所属する原尊群が不確実である、化石分類群を取り上げる。サイクリス、シュラミン、アメリクリスなど、 甲殻類としての位置は確実でない。石炭期、白亜期に生息。分子系統学、分岐分類学が成功する以前には、形態に基づく以下の分類体系が使用されていた。流通している書籍と文献にも、この分類に従っているものも多い。よって、参考、比較のため、また、生物学史上の意義もあり、以下に併記する。植物に寄生する。 アブラムシ接触動物は人間の食文化と深く関わっている。食材とされ、食品の生成に関わり、および食害を与えるものがある。食材とされる接触動物の中で、甲殻類は特に代表的で、カニエビなどの十脚類は魚介類として一般的である。それ以外の甲殻類、例えばミ、オキアミ、フジツボなどにも食用とされる場合がある。 ムカデクもリ、および昆虫など一般に虫と扱われる節足動物の中でも地域によっては食材とされる種類がある。また、特定の節足動物に頼ってできた食品もあり、蜂蜜やミルベンケーゼなどが挙げられる。一方で、人間の食材や食品を食害する節足動物もあり、特に農作物を食害するものは農業害虫に含まれる。 このような害虫とされる種類を持つ、節足動物は、バッタ、カメムシ、アブラムシ、甲虫、臨死類などの昆虫のみならず、何やすでにも食害を与える種類がある。節足動物は、ペットや観察の対象として飼育されることが多い。その範囲は幅広く、陸生の昆虫や蜘蛛型類から、水生の甲殻類まで及ぶ。観賞用に飼育される。 主な接触動物は、甲虫、エビ、オオツチグモなどが挙げられる。一部の分類群に対しては、それに向いている類大飼育方法や関連産品が創設され、また、接触動物そのものが飼育キットとセットで販売されることもある。感染症を媒介する、吸血性の科の一種熱帯島ヒトに対して、思考、吸血、接触、寄生、媒介などにより、 疾患を発生させ、衛生外虫に含まれる、節足動物があり、以下の例が挙げられる。ありがとうございます。